食糧危機対策としてお米や乾麺などの備蓄量が増えましたが、でも高温多湿な土地柄、品質の管理にとても不安がありました。この茶箱はその悩みを解決してくれた我が家の救世主です。サイズは様々で、これより大きなサイズもありますが、スペースの問題で我が家にはこのサイズがギリギリでした。エアコンの吹き出し口の正面にある押し入れが備蓄庫です。半減の押し入れに設置し、室温管理、防湿、防虫問題が、この茶箱で解決できたように思います。以前、視聴者さんからお米の保存方法を教えていただいたので、北海道を使い、いくつか真空状態にしています。その他の白米は真空包装で、賞味期限が1年ある商品にしました。我が家はお米の消費量が少ないので、開封から食べきるまでの期間、鮮度が保てるように少し割高になりますが、2kg のお米を購入しました。この茶箱にお米や乾麺がどれくらい入っているのか出してみますね。